皆さんこんにちは、ユリアと申します。それではスウェット&ティアーズやっていきます。丸ばっか。じゃあ手塚部長を誘ってテニスクラブに行こうかな。てかまたこのゲーム内で約1ヶ月くらい間空いたんだけど、やっぱり手塚部長病院に行ってるのかな。手塚部長、よし、手塚部長を誘う。ちょっと音楽びっくりするからやめて。はい、手塚ですが。もしもし、黒宮ですけど。黒宮か、そろそろかけてくると思っていたぞ。変わった。手塚部長、今日時間ありますか。もしよかったら希望が丘テニスクラブで一緒に練習しませんか。それはなかなか面白い思考だ。付き合おう。やったん。それでは一里にテニスクラブ前で待ってますね。そういえば今日はかなり暑くなるみたいですね。ああ、いいことだ。コートのコンディションはその時々で異なる。はい。さまざまな環境で練習することは勝利のために必要不可欠だ。はい。はあ。でも部長、海のそばで、しかも毎日好天気がいいと、泳いでみたくなりませんか？別にならんな。水泳ならトレーニングにも取り入れている。あ、そうですか。トレーニング、そうだな。しばらくやっていないし、海も悪くないか。あの手塚部長、いえ、そのトレーニングとかじゃなくてですね。何か言ったか。いいえ、何も。いえ、何も。よし、たまにはいつもと違うメニューを加えてもいいだろう。はい。今日の練習後、特別メニューとして海水浴を行う。やったー。黒宮、忘れずに水着を持ってこい。はい。え、あ、返事はどうした。はい。はい、わかりました。特別メニューか。私はただのんびり泳いだり遊んだりしたかった。でもまあ、海辺に行けるだけでもラッキーって思わなきゃね。手塚部長は、あ、もう来てる。早い。すみません、お待たせしちゃって。いや、謝る必要はない。お前は時間通りに来ている。俺が早かっただけだ。そうですか。いえ、でも部長より遅かったのは事実ですし、すみませんでした。それでは中に入ろう。今日は中身のある練習ができそうだな。はい。はい。準備はできてるな、黒宮。はい。では始めるぞ。はい。はい、よろしくお願いします。部の練習はどうだ。そうですね、二重丸がなかなか出せません。きついけど頑張ります。全然へっちゃらです。もうくじけてます。ダメだよ。そうだな、これかこれだけど、強がっちゃおうかな。全然へっちゃらです。そうか、ならばお前の練習量を増やすべきだな。さらに上を目指すんだ。あー、なんかやめとけばよかったかも。よし、バッチリ。あ、いいんだ。よし、予定通り特別メニューを行う。はい。海ですね。そうだ、水着は持ってきてるな。はい。はい、用意してきました。では行くぞ、ついてこい。はい。あの、もしかしてランニングですか。準備体操はちゃんとしたな。はい。テニス以上に重要だぞ、命に関わる。そうですね。はい、大丈夫です。ところで特別メニューって何をするんですか。なんだと思う。いや、あの、普
問を質問で返さないでください。遠泳だと思います。スイカ割りだと思います。楽しそうだね。素潜りだと思います。そうだな、なんか一番上はカイトウ先輩っぽいんだよね。じゃあ消去法でしたかな。素潜りだと思います。その通りだ。よくわかったな。やった。特別メニューの内容は潜水だ。はい。息を止めたままの水中活動は心肺機能の強化に役立つ。はい。岩場行くぞ、ついてこい。はい。あ、はい。よし、この辺りなら十分な深さがあるな。そうですね。あの、ここ大丈夫ですか？どのくらい深いんですか？10メートル程度だ。それ大丈夫ですか？潜る途中、3、4回耳抜きを忘れずにしろ。はい。耳抜き？それって何ですか？耳の鼓膜の内外の圧力のバランスを取ることだ。はい。唾を飲み込むのが一番簡単だろう。へえ、そうなんだ。わかりました。じゃあ深呼吸して。深呼吸は一度だけにしておけ。はい。え、それはどうして？深呼吸を何度もしてから潜ると浮上の際に意識を失うことが。そうなんですか。潜る寸前に一度だけ深く吐いて深く吸う、それだけでいい。はい。わかりました。無理はするなよ。辛くなる前に浮上するようにしろ。はい。手塚部長はやらないんですか？はい。おお、やった！すごい！手塚部長、水中でも全くいつもと変わらないんだもんな。いや、びっくりしちゃったよ。一瞬、あれ、この人手塚部長って思っちゃった。てか手塚部長、いつ着替えたんですか？もしかして、ジャージの下に着てました？いや、かっこいいな。手塚部長かっこいいです。さすがというか、いつでもどこでも完璧なんだな。よし、今日はよく頑張ったな。ありがとうございます。ありがとうございます。機会があったら今度は普通に泳ぎに行くか。はい、行きたいです。すごくいい一日でした。また来たいな。こうして手塚部長との楽しい海辺のひとときはあっという間に終わった。明日からまた頑張ろうっと。ありゃ、醤油切れちゃってる。料理をしてたらイベントが始まりました。スーパーまで買いに行かなくちゃ。あ、醤油特売してる、ラッキーで、私主婦みたい。さ、早く帰って料理の続きしなくっちゃ。あ、川村先輩だ。タカさん、川村先輩。ああ、黒宮、こんにちは。こんにちは。あれ、寿司桶、何してるんですか？出前かな。うん、出前頼まれちゃってね。ジャージでですか？ああ、お家の手伝いですか？前なんて大変ですね。暑いからネタ悪くなりません。私も手伝います。そうだな、これは高さの好感度が上がりそうだし、上はないし、ちょっと一番上にしてみようかな。出前なんて大変ですね。いや、そうでもないよ。寿司屋の息子、14年もやってるからね。そうですか。いつもレギュラージャージで出前してるんですか？あ、聞いちゃう？違うよ。今日は忙しくて着替える暇がなくて。あ、そうだったんですか。あー、なるほど、忙しそうですね。じゃあ出前急ぐから、また練習で。はい。はい、頑張ってください。先輩、偉いよな。さてと、私は帰ろうかな。よし、じゃあ手塚部長を誘ってテニスクラブに行こうかな。
塚部長。よし、手塚部長を誘う。はい、手塚ですが。もしもし、黒宮ですけど。黒宮か、そろそろかけてくると思っていたぞ。本当ですか？手塚部長、今日時間ありますか？もしよかったら、希望が丘テニスクラブで一緒に練習しませんか？それはなかなか面白い思考だ。付き合おう。やった。それじゃあ一里にテニスクラブ前で待ってますね。よし、有意義な時間を過ごそう。はい。やった、手塚部長と練習できる。気合入れて頑張るぞ。手塚部長は？あ、もう来てる。早い。すみません、お待たせしちゃって。いや、謝る必要はない。お前は時間通りに来ている。俺が早かっただけだ。そうですか？いえ、でも部長より遅かったのは事実ですし、すみませんでした。それでは中に入ろう。今日は中身のある練習ができそうだな。はい。はい。準備はできているな、黒宮。はい。では始めるぞ。はい。はい、よろしくお願いします。実質的にトレーニングをしているか？はい。特にこれといってはしなさいよ。疲労がたまらない程度には毎朝欠かさず50キロ走を。疲れちゃうよ。上だ。疲労がたまらない程度には。そうか、ならばよし。ありがとうございます。うん、なかなか良かったよね。俺はこの後寄るところがあるんだが。はい。黒宮、暇なら一緒に行くか？はい。手塚部長から誘われるなんてどうしよう。行くに決まってんじゃん。喜んで。今日はちょっと何もないです。喜んで。よし、なら行こう。はい。あの、手塚部長、どこ行くんですか？スポーツショップだ。そうですか。あー、何か買うんですか？まあ、そうだな。じゃあ、早く行きましょう。すまんが、少々待っていてくれないか？はい。あー、はい。待たせてしまってすまなかったな。いえいえ、私もいろいろ見てましたから。テニス以外のものもあるんですよね。そりゃね。そうか、ならよかった。黒宮はテニス以外のスポーツは何かするのか？どうだろう、するのかな。あの、バスケとか。バスケ、登山をします。テニス以外は見るだけです。いや、ここは部長に合わせよう。登山をします。そうか、お前も登山をするのか？はい。俺も登山は好きな方だ。そのうち機会があったら一緒に山へ行こう。はい、やった、登山デートのお約束だ。はい、今度行く時にでも誘ってください。よし、バッチリ。おかげで楽しい時間を過ごせた。礼を言うぞ。いえ、私も楽しめました。お疲れ様でした。今日は部長とたくさん話ができてよかったな。よし。今日は合同練習日だっけ。ランキング戦があるんだよね。頑張って順位上げなくっちゃ。最初は藤先輩？初戦で藤先輩なんてちょっときついな。でもそんなことを言ってられないよね。弱気にならずに全力で当たっていかなくちゃ。藤先輩との試合は完敗か。やっぱり次元が違いすぎるよ、先輩と私じゃ。悔しいけど何もできなかった。
次は菊丸先輩か。菊丸先輩のあの調子に飲まれないように気をつけなくっちゃ。菊丸先輩との試合は、やっぱりダメだ。先輩の激しい動きに翻弄されちゃったよ。はあ、ボロ負けか。げ、最後の試合でカイドウ先輩に当たるの？体力持つかな。でも私だって厳しい練習してきたんだもん。持久力はついてるはず。絶対負けない。カイドウ先輩との試合は、ええ、はあ、はあ、さすがカイドウ先輩。息一つ乱れてないや。乾杯だよ。あ、ちょいとこっちに来な。はい。あ、はい。今日は特別に臨時のコーチが来てるんだ。臨時コーチですか？臨時？疲れてるだろうが、もう一試合してもらうよ。はい。試合は一進一退の攻防の末、お互い4ゲームずつ取り合っていた。準備 OK。よし、頑張るぞ。うらさった。よし。変速トップスピン。どうですか、南次郎さん。15ラップ。うらさった。よし。変速トップスピン。ほう。サーティーラップ。おお、危ない。変速トップスピン。さすがにもう一回は難しいだろうな。今の頑張れば打てたはずなのに、瞬発力が足りないのかな。嫌な打ち方してくるな。体力もなくなっちゃったし。ちょっと際に打つのやめてもらっていいですか。デュース。越前親子は際に打ってくる。嫌だ。私も流れで際に打ってるんだけど、下やってみるか。ちょっと、もうやだ。アドバンテージレシーバー。南次郎さんの打ち方やだ。いきます。よーし。デュース。俺は南次郎さんも目見開いちゃうでしょう。攻めてみるか。あ、追いついちゃった。うらさった。おお、やった。アドバンテージサーバー。奇跡。また来た。危ない。怖い。上だ。なんかすごい動きしてない今。うらさった。アウト。あ、あれ。デュース。いきます。エレット。ちょっと
アウト。あっちゃー、変な冒険しなきゃよかった。アドバンテージレシーバー。炭治郎さんも体力なくなっちゃったよ。うらさった。ちょ、間に合った。うらさった。おお、やった。デュース。行きます。やった。奇跡。アドバンテージサーバー。さすがに2回連続はないか。うらさった。あれ？間に合う？間に合った。でもアウト。アウト。あれ？デュース。無限ループだよ。うらさった。なんか仕掛けてきそうだな。危ない。なかなか勝負がつかないな。おお、ついた。まだついてないけど。ネット際とか打てないかな。あれ？間に合う？間に合った。あれ？お互い体力がないとラリーになるのかな。なかなか決まらないよ。あれっと。いけー。あれっと。やっ。これフェンスの向こう側で乾先輩なんか分析とかしてんのかな。あれっと。うらさった。なかなかないよ、ここまで続くの。うらさった。やっ。うらさった。これどっちかがさ、アウトになるか空振らないかで、勝負つかないんじゃないかな。うらさった。あれ？ちょ、ここまで来て負けたくない。え、アウト？アウト。ああ、もう。デュース。こんな長い試合は初めてな気がする。声楽魂が使えたらいいんだけどね。シングルスは使えないんだよな。ここからなんだよな。アドバンテージサーバー。次南次郎さんの粘りが来るから。いきます。おお、やった。やっと1ゲーム取れた。ゲーム
プレイヤー準備 OK。 もうなんか 2,3 ゲームやったくらいな感じがするんだけど。そりゃ怖い。オラザット、やっ、オラザット、アウト、惜しい、アウト。何次郎さん疲れちゃったんじゃないのかな。危な。オラザット、やっ、間に合う、間に合った。なんか急に速くなったな。やっ、おお、やった。ラブサーティー、やった。やっぱ南次郎さん疲れちゃったのかな。ラブフォーティー、さあ行くぜ。あ、ちょっと私も疲れてる。フィフティーンフォーティー、そらよ。お、危ない。あれ、空振りがあったからなんか怖いんだよね。終わっちゃった。ウィーン。はあ、はあ、嘘でしょ。目つぶってるのに。なんでこんなに強いの？そしてなんでこんなに粘るの？伝説のテニスプレイヤーか。今なら信じられるよ。そうだ、こいつは。なかなかやるじゃねえか。なるほど、わざわざ俺を呼びつけるわけだ。本当ですか？龍馬の相手するときくらい面白かったぜ。ありがとうございます。なるほどね、参考になったよ。バカ親父。ちょっと、こうして合同練習は終わった。両目をつぶってたハンデがあったとはいえ、伝説のプレイヤーに勝った。これも日頃の練習の賜物なんだろうね。手塚部長に感謝。これに慢心しないで練習を続けていかなきゃ。もっと上を目指して。今週は何をしようかな。というところで今回はここまでにしたいと思います。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。